はい、こんにちは、勝俣博物館です。ということで、今日はこちらドン、視聴者さんからプレゼントでございます。多分届いてました。ということで、開けていきたいと思います。よいしょ。あ、ポケモンシール、これは前回の方と同じですね。前回もいただきましたけども、はい、草園の魔導士さんから、あ、ちょっと映んないな、読んでいきます。お手紙、動画撮影編集などお疲れ様です、ありがとうございます。そして10万人突破おめでとうございます、ありがとうございます。ということで、今回は楽しい動画を作ってくれることへの感謝と10万人突破祝いをしたいと思い、このようなものを送りました。喜んでもらえると嬉しいです。まずはじめに、そのデコキャラシールは昔サッカーとコラボした時の限定ポケモンパンのシールです。お、どれだ、これだ、すごい、これすごい、すごいよ、本当に限定だ、これすごいな、これすごい。あと昔のシールを送った時、最近の的なこと言っていたような気がして、その言葉に火がついた自分がいたので、昔の持ってる証明をするために1枚入れました。余談ですが、最近ガオレを始めました。余りました、金がなくなりました。そっとっても面白くて、勝俣を見ておいてよかったです。そして他のものについては勝俣さんの力になるようなものにしました。少ないものですが、どうぞよろしくお願いします。いつまでも応援しています。体には気をつけて頑張ってください。本当におめでとうございます、ありがとうございます。これもいいね、最近のだ、サンムーン、チェック、なんだろう、チェック。この中にはあるウルトラマンのカッコ仮の内容が書かれています。さと、何のウルトラマンでしょう。当てられたらきっといいものがあるでしょう。おー、何のウルトラマンでしょう。おー、すごい、え、なにこれ、うわ、なんか落ちた。おー、すごい、これすごい、空飛ぶピカチュウ、これかわいい。これ何のポケモンカードだろう。これ多分限定だと思うんですけどね、裏面は新しいんですけど、でファイズのね、スリーブに入ってるのがまたいい。ファイズのスリーブめっちゃかっこいい。つぶらや進歩、すごい、悲劇の神ウルトラマンエース、すげえ、新聞だ、裏にめっちゃ書いてある、なんかウルトラファイター台本だこれ、すごい、へえ、こんなものが世に存在しているとは、ありがとうございます。ウルトラマンエースですかね。さあ、これもね、なんか裏にもいるかも、探してみようって書いてあって、答えが書いてあるんで裏見て、おお、ピカチュウの顔いた。そして、あー、ピカチュウいる、すごいな。あー、デブピカだ、かわいい、デブピカめっちゃかわいい、やっぱ一番いいね、デブピカがね、かわいすぎだろこれ、ピカチュウ、これはありがたいね、本当に。そしてまたポケモンシールの台紙が、あー、これあれだ、ガチャガチャじゃなくてゲーセンのやつか、これは SK ジャパン、ガチャガチャじゃないね、ラスカルの人形、俺ラスカル大好きだからね、今もラスカルのズボン履いてるけど、ラスカル大好きだからね、ありがとうございます。そして、お、すげえ、スミエスイングのメビウス、金色、しかもウルトラスミエスイング4の金色のメビウスだ、これメビウスのジュネスかな、違うね、ジュネスだね、メビウス金色バージョン、
ありがとうございます。ありがとうございます。え、なんかすごい梱包されてるんだよな。うわー、なにこれ、こんなのあるの、ウルトラピンズコレクション。これ全部欲しくなるわ。あ、普通に集めたい。じゃじゃん、ジードとティガピンズコレクション、こんなのあるんだ。めっちゃ面白いじゃんこれ。これ多分ウルトラマンショップとかに売ってるんでしょうね。すげえ嬉しい、ありがとうございます。そしてさらに、うわこれはね非常に嬉しい、電池と LR44 電池、これ非常に嬉しいね。これは本当に役に立つありがとうございます。エボルタだし、しかもあざーす。いやー今回もね、疎遠の魔導士さんいつも本当にありがたいんですけど、いつも面白いもので最高なんですけど、今回も最高でしたね、マジで。ありがとうございます。本当にピカチュウのこれシール可愛すぎだろということで本当にね10万人にね祝ってもらってありがとうございます。皆さんのおかげです。ということでちょっと余談ですけども、11月の18日、横浜だっけ U フェス出ます。レインボーステージに出ますので、ぜひ、チケットがなくてもあってもだかな、ホームページ見ていただけると分かると思うので、僕も参加しますので、ぜひね来れる方は来てください。ありがとうございました。それではまた明日。